とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。見た目が好きなランキング、やってくださいということです。昨日その前と、見た目が好きな武器、防具、やりました。今日は、見た目が好きな弓、トップ5、やっていきたいと思います。それでは早速、行きましょう。それでは見た目が好きな弓ランキング第5位です。第5位はこれ、シュガーラッシュですね。イベントでもらえるやつで、最近ももらえたので、覚えてる人も多いのではないでしょうか。見た目もいいし、性能もピンクスコーンドレルと同じなので使えるやつになります。このなんかね、ちょっとキャンディーっぽい感じが可愛らしくて好きですね。第5位です。それでは好きな弓ランキング第4位です。第4位これ、バーストゲイルボーですね。見た目が黄金の弓みたいでゴージャス、すごくいいですね。ただ見た目だけじゃなくって、これ性能もすごくよくって、理想的なやつ探してます。でもなかなか出ないんだよな。見た目最高だよね。第4位はバーストゲイルボーですね。続いて第3位いきましょう。第3位はこれ、魂のハンタークロスボウですね。色がね、ピンクとこの水色、すごくかっこいいと思います。俺ね、多分ね、目立つやつが好きなんだろうね。なんかね、今日のランキング使ってて、思った、なんか目立つやつが好きなんだわ、まあ、特にこの、ね、ピンクとかそういう色が好きなんだと思います。ただこの魂のハンタークロスボウ、見た目だけじゃなくって性能も抜群にいいですよ。それでは好きな弓ランキング第2位です。第2位はこれですね、呪われた弓です。この黒の中に光る宝石みたいなのが4つ、かっこいいですよね。でもこれ今は入手はできません。一番最初のイベント、そこでね、もらえたやつなんだよね。ただ性能はよろしくないです。ツインボウと一緒ですね。ただ見た目は、なんかすごくダークな感じで惹かれるんですよね。第2位は呪われた弓です。それでは好きな弓ランキング第1位です。第1位、これ、バブルバースターですね。見た目も性能も最強です。この水色と金色、このコントラストがたまらないんだよね。なんかちょっと近未来的でもあるし、かっこいい。あとチャージをした時にこの泡が集まってくる感じ、これもたまらないですよね。うん、この1位はね、これは譲れません。ダントツです、バブルバースター1位。はい、ということで今日は見た目が好きな弓ランキングトップ5やってみました。昨日その前と、見た目が好きな武器、そして防具ランキングもやっております。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。